東の部隊は敵を引きつけておけ。その隙に天王山を奪取する。行け。味方の部隊が広がる前に止めねばな。天王山を奪え。迅速にな。オロチ様に歯向かうカスの方を蹴散らすのじゃ。諸葛亮芝居、お前らの力を見せてやれ。我がヒーローの失意を見せてやる。鮮やかなお手並み。やはり天王山を狙ってきましたね。なら、それなりの対応はいたしましょう。上がりだぜ。無駄だ。天王山を奪われてしまいましたか。我らも先行の一つを立てるとするか。奪った王術で敵を混乱させてやる。おのれ、諸葛亮では何をしておったのじゃ。早くクズどもから天王山を奪い返せ。諸葛亮、私が抜くしかあるまい。やっと尻尾を出したあの女狐。お前の相手はこの俺だ。うん、もっと早く裏切ると思っていたが、我らも先行の一つも立てるとするか。策もなしに本陣に向かってくるとは。わしが相手では不足か。負けられない。いざ勝負。勝ち日もあれば負ける日もある。さあ、どこからでもかかってこい。敵将打ち取りましたわ。美しき調べからさらに響かせよ。やはり伏兵を用意して落ち着いて対応しよう。ひとまず撤退だ。撃ち取った。鮮やかなお手並み。久々に強敵と会えたわ。敵将撃ち取った。ずいぶん頑張られたものですね。我らも先行の一つも立てない。見事な仕上げ。
私に逆らうことの愚かさ思い知るがいい。敵の狙いは本陣だ。奴らを食い止めろ。この窮地切り抜けられるか。一気に勝負を決してくれる。鮮やかなお手並み。それではここで口当てろ。敵将撃ち取った。本隊長、なんとか間に合ったようだぜ。しかもお前の波動を見届けに来たぞ。おそらく次が最後の戦いとなろう。皆の者、気を引き締めよう。